有明アリーナでのチケット戦争、ファンの情熱と挑戦。有明アリーナ各公演のチケット一般発売決定。チケット5月19日日曜日午前10時から発売北山広光公演、ナンバーアンダーライン愛公演。2024年6月、東京有明アリーナでは多くのファンが心待ちにしている公演が予定されています。 この公演に向けて、一般発売のチケット争奪戦が今まさに始まろうとしています。しかし、ファンクラブ、FC 会員でさえもチケットを手に入れるのが難しい状況にあり、そのため多くのファンは不安と期待の間で揺れ動いています。FC 枠でも取れていない人がほとんどの中、一般選考に至りましたね。という声に象徴されるように、多くのファンクラブ会員は、 自分たちの特権が一般販売によって損なわれていると感じています。年会費を払っている立場からすれば、この一般販売は納得のいかないものかもしれません。しかし、一方で、絶対に翔くんに会いに行きます、といった希望に満ちたコメントも多く見られ、ファンの情熱は衰えることを知りません。とチケット販売スケジュール2024年5月18日、 土曜日と5月19日、日曜日。特に5月19日の北山弘光公演やナンバーアンダーライン愛公演には大きな期待が寄せられています。チケットはチケットピア、ローソンチケット、E プラス、CN プレイガイドを通じて発売されます。詳細な販売情報は後日発表される予定ですが、すでに多くのファンが準備を始めています。 ファンの声は一様ではなく、多様な意見が飛び交っています。全捨て参戦とか見ると、気持ちえぐれるといった意見や、一人、一公演にしてほしいといった要望もあります。また、有料の配信もやっていただけると嬉しいですという声からは、物理的に会場に来られないファンへの配慮が求められていることがわかります。チケット転売は長年にわたる問題であり、 転売やーとか座席交換とかお金積めばいけるシステム排除をお願いしますという意見が示すように正当なファンがチケットを手に入れるための公平なシステムが求められていますさらにお知らせもまずは FC で連絡してほしいといった声からもファンクラブ会員への特別な配慮が求められていますファンの間では 絶対にチケットを手に入れたいという強い意志が感じられますが、それと同時にまたドキドキしてる一般って秒で終わるやつ、嫌いといった不安も根強くあります。それでもチャンスをありがとうございますと感謝の気持ちを忘れないファンの姿勢はアーティストとファンの絆の強さを物語っています。現状のチケット販売システムにはいくつかの改善点が見受けられます。 まず、ファンクラブ会員に対する再抽選の実施です。ファンクラブ会員二次選考にしたら良いと思いますが、との声もあり、これはファンクラブ会員の満足度を高める一つの方法です。また、オンライン配信を充実させることで、会場に来られないファンにも楽しみを提供することができます。今後の公演では、より多くのファンが満足できるようなシステムの導入が期待されます。 例えば、抽選制の導入や、転売防止のための厳格なチェック体制の構築などが考えられます。さらに、ファンクラブ会員に対する特典を強化することで、会員の忠誠心を高めることも重要です。有明アリーナでのチケット争奪戦は、ファンにとって大きな挑戦であり、希望と不安が入り混じる瞬間です。皆さんは、 このチケット販売システムについてどのように感じますかファンクラブ会員としての特典は十分だと思いますかまた、転売問題に対してどのような対策が必要だと思いますかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。SNS 上では、やったーまだチャンスがあるという歓喜の声とともに、嘘でしょ、ファンクラブの意味って。 という戸惑いの声が溢れ返っている。中には、仕事で見られないけど、有料配信があれば嬉しいという切実な願いや、みんなに行き渡るように、一人一公演に限定してほしいという冷静な意見、転売ヤーにだけは当たらないでくれという悲痛な叫びまで、様々な感情が渦巻いている。ファン一人一人の行きたいという純粋な気持ちの裏側には、 複雑な思いが渦巻いているのだ。今回の事態はファンクラブ会員と一般応募者の間にある根深い問題を浮き彫りにしたと言えるだろう。ファンクラブは、いわば特別なファンのための場所だ。会員であれば優先的にチケットを獲得できるという暗黙の了解が存在する。しかし、現実にはファンクラブ会員ですらチケットを入手できないケースが増えており、 その特権性が揺らいでいる。一方で一般応募者にとってはファンクラブ会員だけが優遇されている状況に不満を抱くのも当然だろう。誰もが平等にチケットを獲得できるチャンスがあってかるべきという考え方も理解できる。この問題は単なるチケット争奪戦にとどまらない。エンターテイメント業界全体が抱える。 より深刻な問題を象徴していると言えるだろう。急激な需要増加、限られた会場キャパシティ、そして転売ヤーによる横行。これらの問題は、ファンの見たいという思いを踏みにじり、業界全体の健全な発展を阻害する。では、どうすればこの状況を改善できるのだろうかまずは、転売対策の強化が必須だ。 徹底的な取り締まりと転売を抑制するシステムの導入が急務となる。例えば、チケットに購入者の名前を印字する、顔写真付き身分証明書の提示を義務付けるといった対策が考えられる。また、オンライン配信など、物理的な制約を超えた新たな鑑賞方法の提供も求められるだろう。高画質、高音質のライブ配信は、会場に行けないファンにも、 臨場感あふれる体験を提供できる。さらに VR 技術を活用したより没入感のある鑑賞体験を提供することも可能になるだろう。しかし何よりも重要なのはファン一人一人の意識改革だ。アーティストを心から応援したいという気持ちは誰もが同じはずだ。しかしその好きという気持ちが 時に独占欲や執着へと変わり、他のファンを傷つける結果となってしまうこともある。本当に大切なのは、アーティストが最高の状態でパフォーマンスできる環境であり、そしてファン全員が心から楽しめる空間を作り出すことではないだろうか今回の有明アリーナ公演は、ファンにとって、そしてエンターテイメント業界全体にとって、大きな転換期となるかもしれない。 チケット争奪戦の陰に隠された様々な問題点と向き合い解決策を探していく必要があるだろう。ファン一人一人が、そして業界全体が未来のエンターテイメントのあり方について真剣に考える必要があるのではないだろうか